はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのマスクキャラピックアップガチャを引いていきたいと思います。で、目的はですね、 SR のパピオンの確保ですね。俺はちょっと SR のね、パピオン持ってなくて、今後来るであろう、まあいつ来るかはわからないんですけれども、暁台付属の強化で、パピオンがね相当使えるみたいなので、ちょっとねここで、パピオンくんを確保していきたいと思います。で、アプリの方で、暁台が強化された時にちょっとね、俺パピオンとかまあそっちの方でも持ってないんで全く使ったことないんですよ。で、さらっと言うと、暁台の強化っていうのは、投手で野手のサブポジを持ってるキャラが強いということで、まあ野五郎くんとかもね、それに該当するんですけれども、パピオンも、なんだっけ、サブポジ、なんか2塁とかだっけ、持ってるはずなので、さらにですね、コツもコントロールコツも持ってて、まあ、イベントも短くて、まあ、さらにイベント内容もね、強化されて、最後に、甲子園で優勝した時に驚異の切れ味の金徳を取れるようになっているので、まあ、かなりいいキャラなんじゃないかなと思います。で、一応30連目で SR 以上のパピオンが1枚出るんですけれども、途中の過程で SR のパピオンが出たらちょっとそこでやめます。他の野球マンシリーズはね、まあ、まだまだいろいろ強化していきたいんですけれども、まあ、普通のね、みずきちゃん、ひじりちゃん、あおいちゃんでも解放していけるので、今回は本当に SR パピオンが出たところで終了します。で、まずは単ガチャ5回がバナーキャラ R 以上1枚確定なので、単ガチャ5回引いて、10連20連30連という流れでいきたいと思います。じゃあ単ガチャ5回引いていきます。これは演出見とく、一応野球マン1号のね PSR が今プライオンなんで、まあ葵ちゃんが出てくれるのは嬉しいんですけれども、ひじりちゃんですね。じゃあ2回目に行きましょう。何気に PR だったね、そういえば。グググ、ポン。うん。みずきちゃん。まあ、2号ですね。3回目。これは、ちょっと期待できない？普通の R か。PR、PR、R。てかさ、PR ってさ、どれくらいの確率なの？で、これが4枚目。お、いいね。葵ちゃん。まあ、R だけど、2枚。じゃあ、ラストの5回目ですね、タンガチャは。まあ、タンガチャはね、やっぱそうそう出ないよね。PR だと嬉しいんだけど、パピオン。じゃあちょっと10連系に行きましょう。まず初回10連 PR 以上のパピオン1枚確定、 SR の出現率は2倍と。2倍の時はね、2枚入ってるとすげえ嬉しいんだけど、あ、2枚っていうかここは確定じゃないからあれか、入ってなさそうそもそも入ってない。 PR のパピオン、これは3回引かされるケースかな。 R 葵ちゃんがちょいちょい出てくるね。で、 PR みずきちゃんとひじりちゃんか。これかな、葵ちゃんだったらすげえ助かったんだけどな。まあいいや。で、20連目ここは、バナーから SR 以上1枚確定してるんで4分の1ですね。頼むパピオン。ちょっと250個はね、何気にでかいから温存しておきたいんだけど、パッピーは来ない。ひじりちゃん、ひじりちゃんか、久方かあ、 PR の古中がいるという感じか。結局3回引かされるな。まあしょうがない。まあ確定してるのはね、まあ安心は安心だよね。もうしょうがない、引きましょう。SR 以上パピオンお願いします。2枚は入ってない。
はい、パピオンですね。お、 PR の葵ちゃん、 PR のパピオン、みずきちゃんすげーいっぱい出てくる。よし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 、これで結構葵ちゃんの方もそれなりに解放が進みそうだな。というところで、パピオンを無事ゲットしましたので、まあ一回使っていきましょうか、動画で。で、あとは暁大付属の強化を待つというところですね。あとウィークリーガチャですね、これも引いていきましょう。で、ウィークリーガチャね、ちょっと最近あのツイッターの方で、今まで引いてるけど1回も SR 出たことないですっていうね、あのツイートが上がってたんですけど、ちなみに俺もこれで1回も SR 引いたことないです確率2倍になってんだけどね。どう、初 SR 来るかな来なそう。はい、来ません。ああ、まあまあまあ、須藤くんか、須藤くんね PSR 持ってるんで、という感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まあちょっと何回か、先の動画になるかもしれないんですけども、まあパピオンの方も使っていきたいと思います。